はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日は少し足を伸ばしまして、神奈川県は伊勢原市にございます日向地区というところの彼岸花の群生地、こちらからレポートをしていきたいと思います。彼岸花の状況どうなってるんでしょうか。では行ってみましょう。はい、本日の舞台はこちらですね。彼岸花の群生地ということで、まだね、彼岸花咲き始めということで、これから1週間ぐらいがね、楽しみかなと思いますけれども、こんな感じでもうね、赤い炎のような花が上がってきております。とってももうね、今の時点で美しいですね。こちらに見える山、これおそらくね、神奈川の霊峰大山という山だと思うんですけれども、この大山に懐にね、抱かれるようにしてこの山里が広がっているということで、このね、山里自体もとっても美しいですね。で、彼岸花の状況、じゃあ早速見ていきたいと思いますけれども、はい、どうでしょうかね。うわー、咲いてきております。こんな感じであぜ道に咲いてるわけですね。はい、うわー、綺麗ですね。彼岸花っていうのは本当に9月のね、お彼岸の時に咲くから彼岸花っていうことなんでしょうけれども、いろんな別名がありますよね。マンジュシャゲという花の名前もあります。それからちょっと縁起の悪いところだと、シビト花なんて言われることもあるんですけれども、これはね、非常になんか仏教的な感じと結びついているような花でして、このマンジュシャゲっていうね、名前自体がね、仏教でいう天上に咲く花という意味だったと思うんですけれども、そういった非常にね、神聖な花になるんですね。いやー、その雰囲気がよくわかりますよね。ちょっと独特の花です。で、このマンジュシャゲ、彼岸花、実は日本に自生している花じゃないんですよね。今こうやって田んぼのあぜ道を見るとね、たくさん咲いてるぐらい にして日本に自生してるのかなと思いきや、実は中国が原産の花なんです。中国が原産の花なのに、なんでこんなに日本に自生してるのかっていうと、それは日本の人が求めた花だからなんですね。それはなぜかっていうと、いろんな理由があります。こうやって田んぼのあぜなんかによく植えられていることが多いんですけれども、その理由がいくつかあって、その一つの理由は、このあぜっていうものは壊されると水が流れてきてしまいますよね。その田んぼに水を張るために、あぜを壊されないようにこの花を植える。なぜかというと、この花には毒があるんです。有毒な物質が含まれているものですから、この球根ね、球根を食べたりすると、まあ害虫がね、死んでしまう動物、これからあぜを守るっていう目的があるんです。その動物はモグラだったりネズミだったりということで、だからこのあぜに植えられてるんですね。そうするとあぜを守ることができるっていう生活の知恵なんです。そういったところもあります。それから、シビト花って先ほど言いましたけれども、お墓に植えられることが多いっていう理由もこの理由と同じで、土葬をした際のね、まあ、死体ですよね、それがね、荒らされてしまうっていうことを防ぐため、そういったことも防ぐためにも、この彼岸花が植えられてるっていうことがあるんだと思います。そういうわけで、こうやってね、土手とかお墓とかたくさん植えられてるわけですけれども、もう文化っていう感じにもなってますけれども、先ほど申しましたように、もともとは中国が原産というふうに考えられてます。実はね、この花生殖能力がないんです。っていうのも、この花は日本に伝わってる花は三倍体というね、ちょっと突然変異なのかな、ちょっとその辺は詳しくわからないんですけれども、自分の種を作ることができない、まあ、稀に種を作ることはあるみたいなんですけれども、発芽しにくいのかな、まあ、そういうような理由で、自分の子孫を増やすことができないわけです。じゃあどうやってこの彼岸花は増えるのかっていうと、人が植えてるわけですっていうと根も葉もない感じになっちゃいますけれども、もともとは球根植物ですので、こうやって地下には球根があります。その球根が分球といって、自分をね、どん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 、まあ、分身を増やしていくわけですね。それによって隣隣にどん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 年々増えていくっていう形になります。そういう形、例えばね、水仙なんか植えられてる方はわかると思うんですけれども、どんどん大株になっていきますよね。それを人が掘り上げて、球根ですから普通に乾かしても保存できます。それをいろんなところに、自分の必要なところに植えていった結果、こういった形の田園風景の中に彼岸花が咲くっていう風景を作っていくことができたっていうことです。これはもう個人たちから面々とね、受け継がれた日本の原風景に今なってますよね。こういった形なんですね。で、今ね、こうやってこう
綺麗に見えるじゃないですか。で、葉っぱがないのが面白いですよね。じゃあ葉っぱはこの彼岸花は生えないのかっていうと、実は生えるんです。葉っぱがないとね、光合成できませんから。そうするとじゃあどうなるのかっていうと、この彼岸花咲きます。咲いた後に、まあ、枯れて、この花茎といいますけれども、花茎がなくなってしまいます。そういうタイミングで秋から冬にかけて今度は葉っぱが出てきます。下からそれが冬の間から春まで、ね、葉っぱが青々としてこの下を飾ってくれる形になります。そうしますとその間に光合成ができて、そこで蓄えた養分、それが来年の花になってくるということで、そうするとね、今度春になると今度葉っぱがなくなっちゃうんですっていううまいサイクルをしてて、なぜうまいのかっていうと、このあぜを見ていただくと分かるんですけれども、草刈りをされてますね。今ね、向こうでも草刈りをね、されてるんですけれども、このあぜというのは草を刈らないと、もう草丈がどんどん上がってきてしまいますよね。そういったことの管理と、この彼岸花の生態がバッチリ合ってるので、この彼岸花、この日本の環境の中で息を長らえてるわけです。それはちょっとどういうことかっていうのをちょっと説明していきたいと思うんですけれども、例えばこのね、彼岸花で見てみようかな。この花が出てくるのは、花が咲く割と直前にこの花が上がってくるわけです。そうするとこの草を、この花が上がる前に刈っておかないと、この花首を切っちゃうことになりますよね。そうするともう花咲きませんので、この草刈り、ちょうどね、このあぜ道の草を夏に刈るタイミングの時には、この花茎は上がってきてないので救われると。それでちょうど秋の時期になって、草が落ち着いてきた頃にこれが上がってくると。そうすると花も咲きますよという形になって、秋にもう一回草刈りしますので、その際にはもう刈ってもこの花咲き終わってますので問題ない。それで刈り終わって冬きれいになったなって時に青い葉っぱが出てきますので、その葉っぱで来年の養分を作れるということで、非常に理にかなってるわけですね。で、こういったところ、特に観光目的で綺麗にね、彼岸花を見せたいっていうところ、こだわりを皆さん農家の方持っていらっしゃいまして、ちょっと先ほどね、お話を聞いたんですよ。そうしたら、この草刈りをするタイミング、これをこだわってるそうです。この草が伸びてきて彼岸花が見えないっていう時期に草を刈っちゃったら元も子もないじゃないですか。ですので、草が伸びたとしてもこのぐらいとか低い位置で彼岸花の花を遮らないような状態の時に草を刈っておく、そういったコントロールをちゃんとされてるんですね。さすが農家さんっていう感じなんですけれども、そういったことでこうやって美しい光景が守られているということになります。その辺もね、含めて考えていただきながら彼岸花を楽しんでいただくと、農家さん、その景色を作るっていうね、その努力、それから愛情なんかも感じられるんじゃないかなと思います。この彼岸花の学名なんですけれども、リコリスラジアータっていうんですね。で、まあ、リコリスは彼岸花科の俗名ですけれども、そのラジアータっていうことなんですけれども、ラジアータっていうのはこの放射状に花が咲く、出るっていう状態のことをラジアータというわけです。だからリコリスラジアータという形になるんですね。これね、赤い花ですよね。で、赤花のが普通なんですけれども、たまに白花ご覧になった方いらっしゃると思います。クリーム色の花なんですけれども、その花は正気水仙っていう、まあ、彼岸花科のね、他の花との交配種っていう風にされてます。僕はね、もともとこの花の色素が抜けたアルバ個体、白色の個体が白花彼岸花なのかなって思ってたんですけれども、どうも違うみたいですね。じゃあね、ちょっとこれからその白花の彼岸花ありますので、向こうの方ちょっとご案内したいと思います。こちらにね、白花の彼岸花がたくさん植えられてますね。この赤と白っていうののね、コントラストもまたね、なんか原平って感じで綺麗ですね。なんかドラマティックでとても素敵です。こちらはね、彼岸花結構咲いてきておりますけれども、ここが蕎麦畑なんですね。ですので、これからね、蕎麦の白い花が咲いてくると、うまくすればこの時期が重なって、とってもまた綺麗なね、田園的な風景が広がるんじゃないでしょうか。とても素晴らしいです。豊かな実りの中にね、彼岸花の赤い花が映えますね。
美しいです。かがり火のようですね。この稲ね、瑞穂を守っているようなね、そんな感じさえします。こんな感じで今日は彼岸花紹介してきたんですけれども、まだこの地区に関してはつぼみだったりっていうのが多くて、あと1週間ぐらい経ったら満開になるかなって感じなので、その満開の際には本当に華やかになると思いますんで、秋の絢爛豪華な感じっていうものもね、楽しめるんじゃないかなと思います。皆さんもね、お近くで彼岸花ね咲いてると思いますので、そういった彼岸花とか自然をめでるね散歩なんかされて、まあ今こういうマスクのご時世ですけれども、そういった自然の中で免疫力を高めて健康になっていくっていうことも必要かなと思いますので、これからも皆さん自然の中、自然と親しみながら緑とともに生きていきましょうということで、今日はこの日向地区からお伝えいたしました。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信もしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。